はい、皆さんこんにちは。はい、キングダムラジオですね。はい、キングダムラジオね、2回目になりまして、今日ね、特別、なんかね、マジキャッスルとってね、アウルズバーで。はい。音だから。うん。で、まだね、これね、テスト放送だから、なんでもいいんだけど、やっぱりね、やっぱりこれキングダムを、の会員さん向け、で一般放送ですけどね、はい、多分いろんなテストでアウルズバーをちょっと紹介しつつ、これね、ハロウィン前のアウルズバーでね、はいはい、ちょっと行ってみたいと思いますよ、ね。はい、とにかくキングダムラジオってのはね、まだね、どんな形になるかわかんないんだけど、2回目、有効な情報をたくさんね、皆さんにね、お伝えしたいと思います。はい、でどんなことが聞きたいとか、どんなことが知りたい、何でも構いません、あったらお願いしたいと思います。10分間の短い時間ですけどね、いろんな話ができると思うんで行ってみたいと思いますね。はい、それじゃあね、これちゃんと動いてきたらこれいらないな。 OK、 まあ行きましょう。それでは皆さんと一緒に楽しんでいただきます。キングダムラジオ、よろしくどうぞ。始まったばっかりです。はい、じゃあね、みーちゃんにちょっとね、アナウンスお願いしたいんですけど、はい、アウルズバーってどんなところなのこれ。まあ、フクロウのバーですね。うん、ということはフクロウがいっぱいいて、結構ここはね、一般の人よりマジシャンのたまり場になってて。そうだね。結構ね、そっとしといてもらえる場所なんですよね。そう、たまにミルトラーセンとデイラハインドマンがよく飲んでる、ね、マジでよく飲んでる、ね。で、まあ、っていうのはね、社交の場なんだけど、ここは隠れ家みたいな。いろんなバーがあるんだよね、でもね。はい、うん、一般的にはメインバーとアウルズバーと、あと、パレスバーとインナーサークル、うん、そう、この3つは普通に動いてて、インナーサークルとか、あとハット&ヘアバーっていうのが週末にオープンするバーですね、うん、それ以外にすごく大きなレストランありますね。で、今ね、ちょうどハロウィン前だから、すごいね、消毒が変わっちゃって、これなんとか人がね、あと写真撮ってみんなにアップしてみたいんだけど、うん、だからこれね、会員専用ページじゃないと載せられないような写真がいっぱいあって、黒がね、メインなんですよ。黒ってのはなぜかっていうと、このマジックキャッスルの設定ってのがある。魔法使いの使い魔、使い魔なので、最初はここに住んでたのはイルマと、イルマのお家だったんだよね、うん、でイルマが死んじゃって霊として残って、その黒もここに残ったの、うん、で黒はとにかく代々黒にいるのかな、うん、で、今もアルキメデスっていうのが今ちょっと仕切ってて、質問するとね、全部答えてくれる。イエスノーしか答えられないから、ね、そう、はいか言えるね、うん、それで、今のこのね、ちょうどこの時期 の、 ハロウィンシーズンには、黒がね、昔死んじゃった黒のことをね、祀っている。なんだろうこれ、ろうそく、ね、お盆みたいだよ ね、 ね、そう、だから日頃いる黒がいないよね、みんな。あんまりないでしょ。そうね、うん、だからそうやってね、このね、もうハロウィンの1週間以上前から雰囲気をどんどん盛り上げてんだよね。そうだね、コンセプトがだんだん伝わってくるね。そう、それすごいと思うよね。だからほら、ハリウッドのウォーク・オブ・フェイム行くとさ、うん、星のところにさ、命日になるとこう花飾ってない。花が飾ってない、そうそうそう、それと同じような感じに、フクロウのなんか写真とろうそくが飾ってそうですね。で、僕はこのバーが一番好きで、ここにジニーちゃんっていうね、素敵なもちろんアメリカですよ、エンジェルがいまして、サービスもいいし、ね、最高のお友達なんですよ、うん、だからね、皆さんがマジキャッスルを訪れるとき、これね、今後ね、マジキャッスルを訪れるときのことを含めてね、いろんなスポットを紹介したいんだけど、やっぱり訪れる人はね、必ずここに来ていっぱい飲んでます。そうだね、うん、ジニーがいる以外ね、もうすごいよ、人気すごいんだね、ジニーにとってね、大人気、大人気、うん、さあ、でね、今週はね、実を言うと誰が出てるって話をちょっとしたいんですけど、実はテリー・ランス・フォードがね、WC フィールズバーで出てますね。これは僕と一緒で、WC フィールズバーがすごく得意な、まあ、おじいさんというかおじさんで、俺とはまあ3つぐらい、2つぐらいしか変わらないよね。おじいちゃんとか言うと怒るんだよね。スペースカーボーイみたいな、すごい車乗ってて、そう、顔見るとスペースカーボーイみたいなね、すごいスーパーカー乗ってるのね。スーパーカーなんてか、もう F4 の車だから、すごい車乗って、要するにフォーミュラーでキャッスル来るんだよ、フォーミュラーの4だけどね、うん、でコード走ってきます。コード走れるところがアメリカのすごいところです、ね、すごいよね、あれで走れるって。あ、ちょっと着きましたね。はい、はい、ファンやお友達がいたんでちょっと挨拶しました、はい、よくね、そこのラーメン屋さんだよ、うん、そう、ラーメン屋でよく、ね、ラーメンが大好きで、すごい立派な人で、偉い人なんだけど、うん、なんか知らないけど、密かにね、抜け出してラーメン食ってる、ラーメン、うちの近所の、そう、新ラーメン、新ラーメンっていうか、ね、うん、まあね、そんな形で今日は、これもあくまでもテスト放送だけど、いっぱいテストことが始まっててね、はい、いろんな番組撮ってるんだけど、はい、とにかく何でやろうとマジキャッスルを紹介して、
これあの会員ページになったらとにかくあの一般には公表できないものもいっぱい入れておこうと、いいね、マジックだけじゃなくてあの神田川さんが好きな映画のこと映画もね、はい、情報入れて、はい、言っちゃいけないから、そういえば、うん、この間なんか映画のプレミアショーでキャストで貸し切りになってましたね、うん、何の映画だっけ11月にやるやつ、ドクター、ドクターなんとかだね、うん、11月からやるマジシャンの、うん、映画だね、うん、11月の7日とか言ったから、うん、これも楽しみですね、うん、面白いのがいっぱいあって入れなかった、まあ一般ものとしてはね、ラジオでそういう映画の話もするけど、ここは本当キャッスルだけだから、はい、だからね、キャッスルだけじゃなくて、キングダムの会員さん向けに、はい、普通は見れない動画もアップしちゃうかなとか、すごいね、うん、それあとね、落語とか好きなね、全然俺の好きな関係ないやつもね、アップしてるかなと思ってるんで、落語落語俺好きなんですけど、密かに好きなんだな、落語と、まあ、映画はね、あの縄で一本すごいのがね、見れたりなんかする方法もあるんで、いっぱい普通では見れないようなものをアップロードしちゃおうかなと、はい、ね、うん、だから今ね、すごいなと最近思ったことは、なんか YouTube とかさ、ああいうのって普通に映画やってるよね、うん、すごいの上がってるの、いや、ダウンロードできちゃうの今の、じゃあ DVD とかどうなんだろうね、だからいいのかなと思ってたね、そういう世界じゃなくなってきた、うん、でもそういうわけにはいかないだろうけどね、今ねシャンパンでグーってちゃった、抜け道抜け道がいっぱい来てきて、はい、うん、まあね、だからあのとにかくね、あのマジックキャッスルに皆さん来ることをお勧めしたい、できたら本当にこれディズニーランドとか、あのなんだろう、あの USJ じゃないんだよね、うん、要するにあのユニバーサルスタジオ、うん、の、 あのカリフォルニアね、ハリウッド、これに行くのと同じか、それ以上にあのマジックを好きな人は楽しいです、うん、それで一緒に飲んで一緒に語って、木曜日に来ると、マンションメンバーがいっぱい来る、そう、ね、うん、僕の仲間ね、仲間がいっぱい、で金曜日はいっぱい過ぎてどうしようもないんで、一般の人が来るね、あと土日に多少来るかな、マジシャンがね、だからそういうね、日本だと著名で有名なマジシャン、うん、普通は会えないようなマジシャンたち、いっぱい会えるからね、そんなのとみんな会えるところがいいんじゃないかと思いますね、ポール・ハリスがなんかいろいろこれにアドバイスしてきたりとか、ポール・ハリス、ね、だから本当にね、日本だと本当に近くにも寄せてくれないイベンターたちがマジシャンたちと一緒に飲んだり喋ったり、仲良くなれる、仲良くなれる、みんな気さくだからね、だから僕はもともと日本のね、そのマジック界のそういう対応の仕方があんまり好きじゃなくていろいろ言ってたんで、このマジックキャッスルもこんなにオープンにするってことを言った時にね、いろんな各団体とかそういうところからもね、あのマジックキャッスルそんな簡単に使っていいのかって、そうじゃなくてマジックキャッスルはやっぱりいろんな人たちにマジックをちゃんと浸透してもらうことも考えてるんで、そうだね、で俺がマジックこうね、うん、で俺とかシュートがマジックキャッスルと親しくなっちゃったらみんな文句言わなくなっちゃったんだ、それっておかしいよね、だからマジックキャッスルの権利を独り占めしてね、あの中に入れるチケットみたいな形でさ、あのなんだろう、売るんですよ、入場のチケット売っちゃいけないんだよ、それを売ったりとか金取ったりするんだよね、だからそれはおかしいね、あと変な前さ旅行会社でさズルした JTB でしたね、あったでしょ、だから当たり前にそういうことあるの、だから俺が今でも印象悪いのは JTB とテレビ朝日で、この2つってのは口言ってることでやってること違って人のことばっかりやるから、だからこれをまあ言っちゃうとまたね他のラジオと一緒に重なっちゃうんだけど、あのマジックキャッスルは皆さんを待ってる、お待ちしております、うん、そんな感じでしょうかね、今ね、ジニーが一生懸命ね頑張って、でもね、カリフォルニアっていう土地からね、あのこんなにスーツ着た人をたくさん見ることはないよ、街の中で、そうだね、だからね、やっぱこっちに住んでる人がすごく興奮するのが、だって俺なんか真冬の旭川だってさ、T シャツと短パンだけなのに、なんでスーツ着てんだよみたいなね、夏でも、ね、みんなこっち住んでる人来るけど、みんながスーツ着てることにね、なんか興奮するみたいな、うん、そうね、やっぱみんな T シャツとかね、そう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 、スーツ着ないからね、そうだからドレスコードがあるから、それは相談してもらってくると思う、うん、でまあね、これはあの個人ページじゃないからはっきり言うけど、はい、で11月に、キングダム、ね、はい、MOJ 会員の福山さんが遊びに来ます、はい、福山さんの写真とか、ね、福山さんのコメント、福山さんとラジオも撮ろうと思ってるの で、はい、そうだからね、みんなが聞いてください、キャッチがどんな楽しいか、はい、ね、だから今までのほかはっきりマジックランドとか、ね、いろんな天陽とかがやった悪いあの罪がいろんなね世界に、広げない、それをちゃんと僕が高橋翔太がやった悪いやつ、高橋がやった高橋が特に悪いやつを歓迎します、そのためにもみんなね、来てください、はい、マジックキャッスルにね、で僕らはその最高の友達を、ね、で僕はバーノンの時代からラリー・ジェングスみんな経験してここに来てるから、はい、全部本物です、ね、あるあるある、そうね、
ごいですね。そこも青梅ビーチですね。はい、じゃあということで、また来週、さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。